マタイ伝福音書第3章。その頃バプテスマのヨハネ来たり、ユダヤのアダノにて教えを述べて言う。なんじゃ悔い改めよ、天国は近づきたり。これ預言者イザヤによりて、かく言われし人なり、曰く。アダノに呼ばわる者の声す、主の道を備え、その道筋を直くせよ。このヨハネはラクダの毛織衣をまとい、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜と食とせり。ここにエルサレムおよびユダヤ全国、またヨルダンのほとりなる全地方の人々、ヨハネのもとにいできたり、罪を言い表し、ヨルダン川にてバプテスマを受けたり、ヨハネパリサイ人およびサドカイ人のバプテスマを受けんとて、多く来たるを見て彼らに言う。マムシの末よ、彼が何時らに来たらんとする身怒りを裂くべきことを示したるぞ。さらば悔い改めにふさわしき身を結べ。何時ら我らの父にアブラハムありと心の内に言わんと思うな。我何時らに次ぐ、神はこれらの石よりアブラハムの子らを起こし得たもうなり。斧は葉や木の根に置かる。さればすべて良き実を結ばぬ木は切られて火に投げ入れられるべし。我は何時らの悔い改めのために水にてバプテスマを施す。されど我より後に来たる者は我よりも力あり。我はその靴を取るにも足らず、彼は聖霊と火とにて何時らにバプテスマを施さん。手には実を持ちて内場を清め、その麦は蔵に納め、殻は消えぬ火にて焼き尽くさん。ここにイエス・ヨハネにバプテスマを受けんとて、ガリラヤよりヨルダに来たりたもう。ヨハネ、これをとどめんとして言う。我は何時にバプテスマを受くべきものなのに、かえって我に来たりたもうか。イエス答えて言いたもう。今を許せ。我ら各正しきことをことごとくしとぐるは当然なり。ヨハネすなわち許せり。イエス、バプテスマを受けて直ちに水より上がりたまいしとき、見よ、天開け、神の御霊の鳩のごとく下りて、女が上に来たるを見たもう。また天より声あり、曰く、これは我が慈しむ子、我が喜ぶものなり。